ックスです。ヨーヨープロフェッショナル金子龍也です。今日はですね、前回のヨーヨーのプロモーションのハイパーヨーヨーの部分から、話を再スタートさせていきたいと思います。ではよろしくお願いします。柳さん。はい。はい、ではですね、1997年にハイパーヨーヨーが始まると思うんですけれども、はいはい、その時って一番最初にハイパーヨーヨーっていうのは何を買われたんですか？ハイパーヨーヨーを買ったのは、まあその時僕25歳でもう社会人だったので、はい、あのヨーヨーに使うお金ももう収集して5年ぐらい経ってたので、はいはい、結構お金があったので、あの出てたシリーズは全部買いました。はい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 、今でもしっかり覚えてます。池袋の西部に行ったら、はいはいはい、池西ですね、僕らの言うね。そうに行ったら、まあ、いわゆるインペリアルだよね、はいはい、インペリアルの形だったりとか、ネオンカラーのネオンとか出てて、はいはい、とりあえず全カラー2個ずつ買ったんですね。はい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 、あ高いなと思いながら、はいはい、でもファルフォークで買ってるノウハウがあるので、はい、あでもこのぐらいするんだろうなと思って、はいはいはい、とりあえず全部買って、で全部買ったら箱とかディスプレイも全部もらえるだろうと思って買ったんだけど、まあ箱とかもらえず、はいはい、でもあとチラシとか必要なもの全部もらって、はいはい、でその時にあのイベントのチラシとかもらって、はいはい、っていうのが、THP 来たるみたいな、はいはいはい。っていうのをしっかり覚えてますね。なるほど、なるほど。なんだ THP よ、というのが。じゃあ、もう3月に出るじゃないですか。はいはい。で、3月に発表で、4月で販売開始するんですけど、はいはい、じゃあもう4月の段階でもうほとんど全部買って。全部もう買って集めましたね。で、次に、まあでもそこ別に練習する必要も何にもないですもんね。投資からできるから。そうです。最初の。できますよね。で、多分何回か話に出ると思うんですけど、ジャパンチャンピオンシップに行く前にファイアーボールとかブレインが販売されてたんですよ。はいはい、ブレイン、ファイアーボールの順番か、順番で。もうそれも同じように、じゃあ来てるか。ああ、もうとりあえず全種類、全から買って。はいはいはい。で、でも、開けて楽しもうとは思わなかったんですね。うん、で、保存用っていう感じで。そうなんですよ。で、結局、その自分はその固定軸のヨーヨーで慣れてるから、はいはい、あの、何を使っても面白くないわけですよ。ブレインを使っても面白くないし。はいはい。で、結局、ネオとか、はい、そのいわゆるあのインペリアルの形だったりとか、はいはいはい、使ってるんだけども、その時に実は、ターミネーターっていうヨーヨーがあったじゃないですか、はいはいはい、オリバーズ・トイズの、はい。で、あのヨーヨーを買ったんですよ。はいはい、同じぐらいの時に出てて、はいはい。で、あのウッドアクセルがものすごく気持ちよくて、結果的にそれしか使ってないんですよ、これって、多分なんですけど、やっぱ生きた世代で、だからバインドのヨーヨーはダメなんだよねっていう感と、はいはい、引き戻しじゃないとやっぱその1個なのでも気持ち悪いっていうのと一緒で、はい、プラスチックのベアリングが入ってるとか、うん、そのウッドアクセルじゃないとダメっていう多分世代のところも多分日本はそこまで多分いないと思うんですけど、はい、海外の目に向けたら多分そういう派で分かれるんですね。と思うんですよね。そうなんです。ウッドアクセルは小さくて、はい、でしかも、樹脂が柔らかいし、はい、プログラムも綺麗だったので、はい、でしかもこうトーナメントじゃないシェイプじゃないですか、はい、オリバーズ・トイズのヨーヨーって、であれがやっぱり手にすごく馴染んでて、なんかちょっとおかしな話だけど、バンダイのヨーヨーがこんなにバンダイをいろんなの出してるのに、結局バンダイのヨーヨーは何一つしっくり来なかったっていうのはあったんですね。はいはい、まああれですよね、デイル・オリバー自体がやっぱり自分でもやられていて、うん、そのノウハウで作ってるじゃないですか。はい、だいたいそのダンカンとかも、まあもちろんね、フローレスさんから始まってるんで、はいはい、それこそ、まあ自分が好きなものを作ってとか、はい、自分のやりやすいものを作ってっていうのですけど、だいたいのメーカーって、はい、まあ、ヨメガはブレインっていう、もうちょっと違うじゃないですか、はい、思考のところ、使いやすいキーワードを作ってないので、なんで、まあ、あれですかね、やっぱり、ね、デロリバー自体がプレイヤーで作ったメーカーでちゃんと流通させたっていう意味では、やっぱりそこのニーズに合ってたってことですかね。そうなんですね。で、まあ、それで、実は、いつもまあ、オリバーズ・トイズのヨーヨーだけ持って、いながら、やっぱりコレクターなので、イベント行くのもコレクションだと思ってたんで、はい、とりあえずイベントのチラシをもらって、全部のイベント行ってみようと思って、去年のイベント行ってたんですよ。はいはいはい、で、THP って何だか分からなくて、で、初めて見たときに、まあ、上手な子供たちがいっぱいいたわけですよ。はい、で、僕もそこそこヨーヨーできると思って行ったら、まあ、なかなかちょっとびっくりするような技をいっぱいやってて。コロコロは買われてない？コロコロ買って、その後付けで買いましたね。はいはいはい、でもずっとだからその後もずっとコロコロは買い続けて、はいはい、今でも全部ストックあるんですけど、で、コロコロとかも買ってましたね。はいはい、で、そのイベントに行った時に、確か、僕の記憶が、間違ってなければなんですけど、僕はそのイベントの時に、まあその時はイベントなので、大会はやってないんですよ。
だったんだけど、技を見せてて、その時に僕もちょっとこう端っこで、あできるかなと思っていろんな技をやってた時に、僕は当然そのオリバーズトイズのターミネーターを使ってたんで、でそれをこうぐる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 回してたんですね。でそしたら、スコット・チョイが見てて、あ、ターミネーターだって。お兄さんできるのヨーヨーみたいな感じで言ってきて、あ、ヨーヨー好きでっていう話をして、で、それを、アランさんなのかな、中尾さんなのか誰だったかな、誰かが見てて、はい、あなたヨーヨーやるんですかみたいな話で、いや、実はコーラの世代の人って、あ、こういうイベントやるとコーラの世代の人が来てくれるんですよねって話になって、そこから面識ができて、はい、っていう感じになって、で、それからずっとイベントに行き続けて、まあ、今度日本橋で大会があって言って、よかったらやりませんかっていう流れで、はい、あ、じゃあ行ってみますって言って、ハイパーヨーヨーの第1回の大会に実は出てるんですよ、はいはい、あれですよね、1980年代に始めてるじゃないですか、はいはい、で97年に今その技を見た時にすごかったって言ってるじゃないですか、はいはい、他のビデオとかを見ててもこの1900確か60だから60年代の前半だから50年代の後半だからちょっと定かなんですけど、はい、あそこら辺の頃の技と、はい、96年ぐらいの技ってそこまで実は進化してないですよね。進化してないんです。進化してないんですけど、これもう本当デジタル時代の人間とアナログ時代の人間の差なんですよ。はいはい、結局その97年に、ハワイのチームが来ましたよとか、ハイパフォーマンス会来ましたよ、TSP 来ますよって言ってて、ただ僕らはその50年代、60年代の映像って後付けで見てるんですよ。はい、だから例えば、さっきのこのテクニックブックの79年のやつでもそうなんですけど、ワーリーバードとかね、そういう技をやってるトリック載ってるんですよ。70年代でこのヨーヨーでそんなトリックをやったりとか、そういうことなんですかね、アトミックファイヤーみたいな編むような技とか、スプリットジャトムとかをやってたりとかするので、本当は実はできてたのに僕らは情報がなくて見てるラッセルのチャンピオンがやってた技しか覚えてないから、だから後付けで、あの当時からこんなことできたんだっていうのが分かった。で、それを実は THP の子供たちが、まあガルシアもそうだしみんながやってて、だいたいストップ&ダッシュを見た時に、あ、ヨーヨーは終わったと思ったんですよ。はい、こんなことができるんだと思って。はい、でもよくよく考えたらそうでもないんだけど、はい、で、そういうものを見たりとか、あとはその、まあクラッチが入ってるからどうこうじゃなくて、もうそのスピードに驚いたんですよ。はい、アレックス・ガルシアのスピードだけにはちょっと度肝を抜かれました、ね。あれですよね、ヨメガの、はい、東京ハンズとかに流れてたビデオがすごいですよね。そうですね、多分それこそアルフォークのビデオから吹き替えが入ってる、頭脳を持ったヨーヨーです、だからアレックスさんバーってやってスローモーションにしてもめっちゃ速いやつですね。そうです、あんな風に、まあ、ヨーヨーはできるんだなっていうのでちょっとまあ引き気味だったんですけど、はいはい、ただその日本橋の大会って要は規定演技だけだったんですよ、はいはい、フリースタイルっていうのまだなかったので、はいはい、当然例えばムーンサルトをやってくださいとか何々やってくださいっていう、まあそのブレインツイスターやってくださいとか、でそれでサドンデス方式でチャンピオンが残っていくって言ってやっていくだけだったので、まあうまくいけばヨーヨーもらえるだろうと思って出たんですけど、はい、まあ小学生に負けると、はいはい、小口君に負けるという、でそれでまあ参加賞のヨーヨーだけもらう、はいはい、でその時に、まあ、僕25歳で出て、まあ、それで最年長だったわけですよ。で、その名前出して大丈夫なんでしょうかね。そうそう、まあ、その時にいらっしゃったのは某スピンギアの有名な長谷川さんも、そうですね、名前を忘れたわけじゃないんですよ、言っていいのかな、大学4年生だ、爽やかなお兄ちゃんがですね、リュックを背負ってですね、ヨーヨーを着てたんですね、はい、君もヨーヨーやるんだねなんて言ってたのが、その日本橋だったのが初めてだったんですね、はい、まあ、その時デル・オリバーもいて、はい、オリバーさんのヨーヨーに見せられたりとか、いうのが思い出だったんですかね。で、ただその時自分が出て、なんかもうその大会に出てから、あ、自分の居場所じゃないんだなってもうはっきり分かったんですね。ヨーヨーは進化していくし、なんか規定の演技だけやっていくんじゃなくて、もうどんどん、まあ、違う技をやっていかなきゃいけないし、25歳が出ちゃいけないヨーヨー大会なんじゃないかなと思って、実はそれ以降の大きな大会は出てなくて、有名な1998年の4月4日のヨーヨーの日の幕張のイベントも僕は行ってて、コーラのブースにも出てヨーヨーやったりとかしてたんだけども、だけど、それでも、もう、やっぱりちょっと、バンダイのとこには、もう、大会には出ようと思わなかったですね。はいはい。なるほど。その後あれですよね、98年の10月にも JYYA でラッセル社の、ブスがあって、ケンラッセルが。ケンラッセルやってましたね。はい。ありますよ。片手でね、左手を後ろに回して、こうやってね、ヨーヨー回す。あの映像は覚えてますよ。はいはい。なるほど、なるほど。で、その後っていうのは、特に、
僕も結構イベントずっと行ってたんですけど、はい、実は多分初めてお会いするのって2013年とか14年まで、そうですね、そう、あの僕もずっと、ね、本も見てるし、はい、ずっとお名前は拝見してたんですけど、はい、まあやっぱりイベントに行かないじゃないですか、はい、やっぱりそれってそのまあ年齢がやっぱりこう離れてると、うん、やっぱり居づらいっていうのはあるんですか？そうですね、おそらく多分ヨーヨーに問わず何の世界もそうなのかもしれないんですけど、はい、その自分の居場所がないような雰囲気っていうのが、うん、そもそもそうなのかなっていうのがありましたね、うん、まあ、あとはその自分がヨーヨーで何ができるのかと思った時に、はい、そのバンダイのイベントに出て勝ち続けてヨーヨーを手にしたりとかして大会をやるよりは、なんかヨーヨーやったことない人にヨーヨーの楽しさを教えるとかいう方がちょっと向いてるんじゃないかって思ったんですよ。なるほど。っていうのは、あのバンダイの大会とか出なくなったりとかで、当時あの多分金子君の世代だから分かると思うんだけど、ヨーヨーが買いたくても買えない時は多かったじゃないですか。でちょっとまあ、あのあれですけど、不当な高い値段で売ってたりとかしたりとかするとこもあったりとか。ちなみにいくらで売ってるの見たことあります？なんか高いやつ。ね、なんか度肝抜かれたっていうのはいくらぐらいですか？でも満単位だったですよね。ちょっとインターネットがもうちょっと普及しててとか、はい、でその頃で僕のところにも、デカ玉のファイヤーボールお持ちですかとか突然メールが来るんですよ、はいはいはい、で、ありますよって言って、で、いくらなら、売ってくれますかって言って、ただ僕は値段なんかつけられないし、まあ、適正価格でいいなと思って、いや、もういくらでもいいです、お気持ちでとかって言って、そのヨーヨーを先に送ったら結構の大金がうちに、はいはい、振り込まれてきたということ。ちなみにどれぐらいなんですか？もう数十万で売ってくれてる人がいました、ね、すごい。え、何個ですか？1個ですか？1個の1個です。1個で数十万です。そうです。それ何のやつですか？黄色いデカ玉のファイヤーボール。え、イエローキャップクリアの普通のやつ？あ、そうです、そうです、はい、すごいじゃん。それとあと朱色の、朱色で、金色でロゴの入ってるホールリバーマサチューセッツって入ってる、はい、デカ玉のファイヤーボールですね。あのパルコークが入れてた時のやつ、はい、あれもやっぱり満単位で売ってくれてきた人がいたり。ただ自分にはすごい時代だ、時代がね。そうなんですよね。でも結果的に僕はそのお金を手に入れても結果的に全部ヨーヨーに変わっちゃうんでね、あんまり意味ないんですけどね。まあヨーヨーに変えてヨーヨーでやってるわけで、それがなんか他のものに変わってると違うかもしれない。結果的にヨーヨーの数が増えるだけなんで、お金のあれはいいんですけど、まあそんな時代だったですね。はいはい。で、まあ、で僕はそれでヨーヨー買えない人にもヨーヨーが楽しんでもらいたいと思ったんで、それなんでわざわざ、その当時ちょうどハイパーヨーヨーブームの頃って、すごい粗悪品のヨーヨーとか、あと、それこそバンダイさんも有名な猫のキャラクターだったりとか、たまごっちのヨーヨーとか、天使のヨーヨーとか作ったりとか、そういったものを作ったりとか、まあ、コナンのヨーヨーとかね、ありましたよね。ああいうようなトーナメントシェイプのヨーヨーとか。ああいったヨーヨーで、もういろんな技ができるっていうのを見せていきたくなって、はい、自宅にあるヨーヨーとかでも楽しいよっていうのにすごく面白みを感じてたので、それなのでいろんなバンダイじゃないところのイベントとか、それこそ北海道から沖縄までいろんなところに声かけてもらって、ヨーヨーショーというかヨーヨーイベントに参加したんですね。だからヨーヨー普及するために、別にハイパーじゃなくてもできますよっていうイベントをよくやってたんですよ。はい、なるほど。じゃあこの例えば98年にも、はい、ハイパードラゴンとか、はい、そういうのが出た時っていうのはもうほとんど、はい、バンダイさんのイベントには顔を出さず、出してないですね、はい、やってはいたけど、はい、そうですね、もうコレクションはしてたんで、だからドラゴンとかも多分買ったまんまのドラゴンがいっぱいどこにあるんですよ、うち、はい、の中に、はい、探せば出てくるんですけど、はい、ただまあもちろんヘンリーズのバイパーとか、はい、あったものも全部買ってはあるんですけど、ただ使ってはいないんです、はい、ちなみに、はい、この98年のこのヨーヨーハイパードラゴンってすごい重要なものであって、これ多分知ってるかもしれないんですけど、日本だとハイパードラゴンって僕らの中でも、ね、そんなに評価高くないじゃないですか、はいはい、けどこれって日本にやっぱり今のオークションでもこのヨーヨーは常に高い値段を記録してます。万ぐらい、万から5000円ぐらいの間に常に出てるんですけど、超速スピナーっていう漫画があるんですけど、はい、あれがやっぱり海外展開、日本では終わったんですけど、ハイパーヨーヨーがアジアの海外展開をしていて、その時にそのハイパードラゴンのオリジナルがないんですね。その日本で売ったバンダイさんのやつだけが本物で、海外ではそのハイパードラゴンっていうのがなくて、でそれでやっぱりそのこのハイパードラゴンを今でもやっぱり欲しくて、海外の方が来てそれを買って
売ってくださいっていう方が多くて、で例えば秋葉のあのスピンギアのお店のところだとショーケースの中にハイパードローンって書いてあるんですけど、はい、それ見てこれを売ってくれないか、いやごめんこれは売り物じゃないから売らないって言ってお断りするっていうのがもう1件2件の話じゃないぐらいあって、それぐらいやっぱりこのハイパードローンって実はここに、うん、ハイパー用の中だけで分けてあるっていうのは、はい、そのそういう海外に向けてここは実は結構なポイントなんだよっていうのためにここには持っててあるんですよね、はい、で次がまあちょっと飛ぶんですけれども、はい、まあハイパーが終わるじゃないですか、はい、で2003年ぐらいにまたハイパーヨーヨーっていうのが起こされる、はい、するんですけど、はい、もう僕らの中でやっぱり99年、2000年って終わって2000年の10月に終わりを告げられるんですよ、はい、まあハイパーヨーヨーのプロモーションが終わっちゃって、はい、ヨーヨーが終わって、でそうすると多分この他の回の時にも柳さんがあのどうやってしのいでたのっていうのと同じように、はいはいはい、僕らはまずワゴンセールに行って、はい、紐を買い込み、はい、でまあ同じようにワゴンセールにこうあるものをあるんですよね、はい、でファイヤーボールとかブレインとかだったんですけど、あの X ブレインとか、はい、ファイヤーストームとかちょっと最後の方に出るちょっとなんかいまいちこう使えないヨーヨーとかっていうのも結構あるんですけど、ね、そう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 、まあ、そういうのはあの当時なんで、はい、僕中学生とかなんで、はい、まあ、そこまでお金に余裕もないので会話しなかったんですけど、はい、まあそういう時代もやっぱり僕らにもあって、で2003年ぐらいがちょうど高校生ぐらいでまたハイパーヨーヨーやるよと、はい、でそれでここで多分ヨーヨーの人口が一番その2000年が終わって2001、2002っていうのがすごい少なくて、全国大会でも多分100人いないかなみたいな、お客さん、はい、全部オーディエンス入れても100人ぐらいかなみたいな、そういう感じのところだったんですけど、まあハイパーがあってこれがまあちょっとインターネットも、ね、ISDN の回線から ADSL になって若干早くなったんでちょっと増えてて、でここでちょっとするとまた次にプロモーションで大きいのが、はい、まあ多分ちょっとかぶってるか終わったすぐ直後なんですけど、はい、松井ゲーミングのコーラが始まる。そうなんですね、あの実はまあこんな YouTube で僕はあの話すというか、まあ、あんまりこんな話を一般的にあの自分がこうヨーヨーやっててすごいだろうとか自慢話って僕は好きじゃないんですけど、はいはい、ただ僕が松井ゲーミングのヨーヨーを作るにあたって、まああの衝撃的な出来事が起こるんですよ、はい、ちょうどそのヨーヨー冬の時代からまたヨーヨーを引っ張る、自分が一番そのヨーヨー業界のために力を注いだ瞬間って実はそこだったんですよ、はい、っていう話をですね、はい、次回は行いたいと思います、はい、いいところで聞きますよ、そうですか、はい、またよろしくお願いします。